月1回目のコストコを楽しんできました。ガソリンの価格です。冷房のせいでガソリンの減りが早いです。 LDC ライフドリンクカンパニーという日本の会社の炭酸水です。レモンの香料入り、1本あたり 37.4 円、安い。最近増えてきたラベルレス、助かります。賞味期限は5ヶ月後。一晩冷やしました。強炭酸なので泡もしっかり。ほんのりとレモン味で飲みやすいです。味はない方が好きだけど、この安さは魅力的ですよね。ポケモン好きの5歳の娘用、ピカチュウ好きなので喜んでました。普段着てるユニクロとかのサイズよりはちょっと大きめかな。裏は無地です。ポリエステルが 65%、 綿 35%、汗を素早く吸収してベタつきを抑える生地のようです。プーマのクルーソックス6足セット、中学生の息子用です。1足あたり213円でお買い得。宮崎県産のきゅうり5本入りです。1本あたり 43.6 円。鹿児島県産のピーマン 500g、 12個入りでした。ネクタリン 1kg 1198円、アメリカのカリフォルニア産です。8個入ってます。1個あたりは約150円。ネクタリンは初めて買いました。桃の一種だそうです。桃と違って表面がつるんとしていて皮も食べれます。見た目はリンゴみたい。回すと種がきれいに取れるかなと思ったのですが、硬かったです。種に沿ってカットします。ほんとリンゴみたいです。甘くて美味しい桃の味です。食感はサクサク固めだったので、もう少し追熟させます。コストコ定番のプルコギビーフを買ってきました。甘いタレが美味しいのですが、パイナップルが隠し味になっているようです。家族みんな大好きです。新商品のデリがクーポンで200円引きでした。消費期限は加工日の翌々日。ブロッコリーの色が鮮やかです。エビとホタテがたっぷり。食べる分だけお皿に取り分けます。温めるだけなので手軽です。麺は太め。いただきます。醤油ベースで濃いめの味、美味しいです。麺がちょっと柔らかくてうどんみたい。大きなエビとホタテが入っているのが嬉しいけど、まあまあかなという感じでした。韓国春雨1キロ568円です。韓国春雨って普通のスーパーにはなかなか置いてません。コストコでもしばらく出会えなかったので、今回見つけられてよかったです。チャ
プチェが好きでたまに作るけど、細い緑豆春雨よりも太めの韓国春雨が好きです。太めでもっちりとした食感になります。ジッパー好きで便利です。早速チャプチェを作りました。もっちりしてて食べ応えがあります。ゴディバのブラウニークッキー、300円引きのクーポンが出てたので初めて買ってみました。製造は富士屋でした。1枚あたり66キロカロリー。目安枚数は35枚、35枚入りでした。厚みがあります。名前の通りブラウニーのようなクッキー。甘さとチョコ感は控えめで普通に美味しいお菓子でした。前回に引き続きまた買ってしまいました。夫が気に入って毎日食べてるカファレルのダークチョコ、買うのは今年4回目です。原産国はイタリアです。2月からこれまでの価格の推移がすごいです。今回はなんと約 80% 引き。全部で36個入ってこれで477円。安すぎです。叩き売り状態でした。小さめサイズの上品なチョコです。冷凍のバターワッフルを初めて買いました。ベルギー産。賞味期限は7ヶ月後です。ゆっくり食べられます。14袋入り、1袋あたり84円。1袋に2枚入っているので1枚あたりは41円です。室温で2時間、自然解凍で食べられます。生地はずっしりではなく薄めです。解凍するだけで食べられますが、オーブントースターで温めます。バターの風味がしっかりしていて美味しいです。子供たちからも好評でした。カークランドシグネチャースターバックスハウスブレンド、飲みやすいブレンドコーヒーです。ペルー産の豆です。毎日飲むのでコスパが最高です。他のお店でコーヒーを買えなくなってしまいました。毎日暑いですよね。そうめんが美味しい季節です。賞味期限は2年以上先、茹で時間は1分半と短めです。細い麺でとっても美味しいおそうめんでした。おすすめです。ネスレクレームブリュレ。牛乳を用意するだけでクレームブリュレを作れます。簡単で美味しいので時々買ってます。1袋で4食作れて5袋入っています。鍋に粉を入れて牛乳を 200cc よく混ぜます。鍋を火にかけて焦げつかないように混ぜるだけ。とろみが出たら火を止めます。1袋で4食分となってますが少なめです。我が家では3食にしています。バニラビーンズの黒い粒が入ってます。冷蔵庫で 2、3 時間冷やしたら完成。
バーナーとかは持っていないので、お店のようなキャラメルは作れないけど、バニラ風味で本格的な味で美味しいです。とてもお気に入りの商品です。イボの糸冷やし中華12食セット。イボの糸といえばおそうめんのイメージですが、これは中華麺。常温保存できるのが便利ですよね。賞味期限はタレが1年ほどで、麺は2年後。ネット通販で3000円ほどで販売されていたのでお買い得です。麺が黄色。茹で時間は約3分。中華だれとごまだれ、2種類の味を楽しめます。こちらは中華だれ。こちらがごまだれ。ごまが混ざってるけど醤油っぽい色味。ごまだれをいただきます。生麺よりもつるんとしていて違いますね。ごまだれ、マヨネーズ感はなく大人な味です。さっぱりしてて食べやすいです。こちらは夫用の醤油だれ。こっそり一口味見させてもらいます。レモン風味でさっぱり美味しかったです。パンオショコラ24個入り、1個あたり 35.3 円、安いです。150円引きのクーポンが出てました。食べきれない分は冷凍しています。チョコは控えめです。バターの風味が効いていて、チョコとのバランスも良いです。トーストで焼いた方がサクサクして美味しくなります。新商品のプリンスカップケーキ、消費期限は購入日の2日後。ちょっと散らかってます。運ぶのを失敗しました。ミニシューにはキャラメルソースとスライスされたアーモンドがかかっています。中はホイップとカスタードクリームの2層になってます。プリンはまだシャリシャリと凍っていました。キャラメルソースがたっぷり。プリンが滑らかです。かなり甘めです。滑らかプリンが好きな方におすすめです。甘い甘いと言いつつパクパク食べてしまう美味しさ。満足感の高いデザートでした。今回の購入品の中ではやっぱりこのプリンスコップケーキが一番おすすめです。ご視聴ありがとうございました。